はい、格納ワールド始まりました。10月頭ぐらいにねちょっと風邪ひいて、それで喉が少し、なんか咳ばっかりしたからやられてるんですけど、今日はなんかこのトリスの日って前も帰ったような気もするんですよ。まあいいかなっていうことでちょっと怒りっぽいね吹きます収録してから吹くのやめようよっていう感じなんですけど、収録開始してから吹いたんだけど危険になって、昔のトミカ、これと合わせて書いていきたいかなと思っています。どうしたらいいかなこれ。でいつものように、パイロットの核のこれを使って書いていきます。今日は紫式部、これを使っていきましょう。結構ね注意しなきゃなんないのがこのインクがねこの蓋のところについてることあるんですよ。それをねきれいにしとかさっき指汚れちゃったんでなかなかこれ取るの大変ですから指についたら、それを注意していくっていうことで、題材的にねちょっとトリス君はぼやっとこう入るような感じで、この車が街をこう駆け抜けていくような感じで、トリスはなんか一つの建物の中のこう情景としてね捉えていければ面白いのかなと思って考えています。まあ建物を描くわけじゃないけど、雰囲気的にねそういう風な街並みになればいいのかなっていうことで、声がかすれてるね。一度なんかね良くなったんですよ、この風の前に。また風でこんなことになるかみたいな感じで、あらまあまあちょっとこっち左寄ったような気もしたんだけどね、こういう感じでこう軽くって言ってもなんかしっかり書き込んでるな結局のところ。だここあくまでもねイラストですから想像でもいいんですよ。想像でもいい雰囲気、この辺がこうビルディングみたいな感じで、街の中のビルディングにこうあるような感じで、これは今光、照明の光が映り込んでるところで、これ満タンじゃないですね、これ。ウイスキー、ちょっとだけ飲まれてるっていう感じで、アンクル、トリスの絵柄が入っていて。で、ここ、何度もやってますけども、ちょっと短めだったね。ガラスのコップとか瓶の場合は、手前に見えるところはよく見ていただくと、見えるか、そっちから。木はギリギリまで来ます。で、反対側、これがね、ちょっと、こっちから書いた方が分かりやすいかな。こっから始まりません。こっからこう行きません。ね。こういう、なんとなくね、ガラスの瓶の関係だと思うんですけど、とんでもないとこからね、こう、屈折で始まって見えてるんですよ。あと、表面張力っていうのもあるので、この間お客さんと電話しててね、声が出なくなっちゃって、大丈夫ですかあんまりね、たくさん、いっぱい大きな声で喋るとやばいんで、今日はトーン低めでいきますね。トーン低めで。また発作が起きたら困るんで、発作っていうのかな。で、なんかこう、映ってるっていうか、こう、ハッチングで軽く、こういう感じで、メロメロと。本当はブラウンだよね。ブラウンで、水が揺れるね。水っていうかウイスキーが。そんな感じでね、デフォルメになっちゃいました、今日。で、こう、メラメラと書いていけばいいのかな。メラメラじゃない。屈折をね、うまーくこう書いていけばいいのかなと思います。これ下まで行ってないね。ぐーっと結構隙間空いた感じで、ラベルがあって、まだちょっとはっきり書きすぎてるから、どこで省略していくのかなっていう感じで、まあ書いてます。まあ、サントリー、SUN か。SUN、トリー、こんな感じで、ね、いきましょう。いや、なんか、久しぶりでなんかやったような気がするんですけどね、あんまり興味ない方も多いので、ただね、コアな
視聴者さんがいるようでございますね。なのでやっぱりちょっとこれもシリーズとして進めていきたいなと、思っていますよ。いいかな。で、ここ、そこじゃないよ。この瓶のボトルの底。これが、こんな感じで屈折してね。よく見てください。ほんと面白いから、こういうものって。で、今、右側が、スバルの車だと思うんですけど、前後に走りたくてうずうずしてるっていう状況が見えてますけども。これバーコード。それっぽくね。それっぽくバーコード。ここ開いてんだね。で、なんか数字がちょこ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 。どうしよう。アンクルトリス、どうしよう。こんな顔だね。本当にね、昔から好きですよ、このおじさん。昔はね、テレビの漫画っていうかアニメみたいになってコマーシャルが、おじさんのあったんだけどね。眉毛つながってる？ひょっとしたら。濃いね。そして一緒にやろうよ、みたいな感じなんですけどね。これでも雰囲気出てるでしょ。で、グラスをいつも持っていて、のんべえですね、このおっさんは本当に。鼻より上のとこにグラスがあって、手があって、ね、上下関係を、ちゃんとやっていかないとダメです。今の音はスマホの音です。なんかね、新しいスマホにすると音が変わっちゃったんだよね。いろんなことの。んで、なんか今気に入ってんですよ。音がね、優しくなった感じがして。はい、ここでトリス。アンクルトリス。できました。だいぶデフォルメ。肩幅より広いか。こうか。で、トリス。下に下がるんだと。このね、文字、今、活字で、パソコンとかで打つと出てきて、ちゃんと、巣がでかくなっちゃったよ。ちゃんと出るじゃないですか。こういう手でね、書いていくっていうのは、昔は、当たり前でしたね。レタリングっていうのかな。で、こういうふうになんか真似して持ってると字も書きたくなると思うんで、そういうのもいいですよね。まあ、こんな感じで、ちょっとここにね、いっぱいあるんだけど、書けなくなっちゃったんで、ちょって。これは黒いラベル。なんかインクの出がね、夏場あんまりこれ、あれなんですよ。書いてなかったことも多いので、まあ、そんなに、あれですけど、ちょっと書きづらくはなってきてる感じ。なんていうの？乾燥を、すごい、万年筆のインクがね、乾燥でいなくなってるんですよ。すぐなくなる。まあ、ペン先がなんか完全にシャットアウトされてるわけじゃないから、抜け放題っていうかね、蒸発していく。でも考えてみたら、インクの中のタンクが濃くなってるっていう可能性も、今気がつきましたね、なんとなく。これ影です。影。これもハッチングで。なんかね、このペンの持ち方、あ、こうだね。こういう風に持つとインクが出やすい。ちょっとね、インクが出づらいよっていう人は、持ち方、変えてみてください。縦、角度をね、きつくしたりいろいろすることによって、その出てきやすくなったりとかするので、で、ここ、メラメラ言ってます。この、影がね。こんな感じで。さて、もうこの辺来ると、そうだね。車の登場ということで。どっから書いていくのかな。こう、ボンネット。好きなとこからでいいんですよね。書いていくの。で、屋根があって、車ってこう、意外と、縮尺比が、それぞれの縮尺比っていうか、それちょっと間違えると、まあ、一番大変なのは、人物の顔とかがそうなんですよ。ほんの数ミリ、狂っちゃうだけで描いたときに、違う人になっちゃうんだよね。それだけ、人物の顔っていうのは、
多分複雑なものじゃないかなと思います。だから似顔絵とまた絵画と違うと思っているし、そのイメージで、うん、ここライトのところ、こっち側もライト見えないです。イメージでこうね、描いていく。まあそれが面白いんだろうけど、何が面白いの？あ、自分の思ったように、そう、自分の思ったように、これもうなんかこう、ボネットがちょっと短い気がするんです。お、最近ね、鳩時計の鳩が元気なかったんですよ。途中でね、今1回じゃないですか。1回の時はいいんだけど、何回か打つ時は、こう、止まるんだね、途中で。でも元気出せってしばらく忘れたところにまた続きをやって、最後パタンって扉を閉じて帰っていくと。部屋に。そういったことありましてね、今ね。でもなんか最近直ってきたんですよ、また。電池交換してもダメで、どっか引っかかってるのかなと思いつつ、元気かなと思う。なんかほら、スバルの車になってきましたね。ここ通しです、ここ。通しできて。でね、この角度、スケッチするときの、車の角度、これも、なかなか、難しいんですよ。置き方によってね、変わってくるんですね、絵自体が。その書きやすさっていう部分。これ、ここすんたらず、下もすんたらずになっちゃったけど、今一瞬。これがすんたらずになってまして、ひょっとこう、うん。もっと長いでしょ、これ。ショートデッキになっちゃった。ま、これがまた、ね、本当はもっと長いです。うん。気持ちがそういうショートデッキの車を望んでいるのかもしれないですね。ドアってね、前のドアって少し、前に出てきてるんですよ、手前に。車の。あ、わかった、これ。普段ほら、普段っていうことだ。車の前の、あれですよ、ドアがでっかく書きすぎた。これがまた、いい味が出てきて。でもなんか雰囲気になってますよね。こういうとこシャシャッとこうね、映り込みをシャシャッと入れると。で、このライトの位置を合わせていかないと不格好なので、もうちょっと上に上げます。こういう、なんていうのかな、微調整もまた楽しいんですよね。なんとでもなるやん、みたいな。で、ホイールは、トミカのホイール。これさ、思うに、トミカのこのホイールをさ、実写でそっくりに作って販売したら、ウケるかもよ。トミカや、これって。四つ穴開いてんだね、これに。実写でこれやったら、ちょっと可愛いかもしれないですね。どっか作らないの？で、あ、これ、ここ行きたいんだけども、もう、どうしようかって言った時に、もう諦めます。ねえ。でもなんか、雰囲気が出てきましたんで、お、動くな。動くっていうことは手が非常に動きすぎてるということです。ね。こんな感じで。で、ここで終わらんすよ。中見えるんで、これガラスがあって、室内をちゃんとっていうかある程度変えていった方がいいです。ハンドルね。ちっちゃなハンドルついてます。で、ダッシュ板があって、ミラーはね、こう、プラスチックのとこにはまり込んでる感じで、で、ここにテカリあります。こういう風に埋め込んでった方が、まあ、ちょっとリアリティが出てくるのかなっていう感じで、ここね、伸ばすのをテールランプで伸ばします。テールランプで伸ばします。して、こう、回っていくと。ね。なったわ。なったわ、雰囲気に。うん。今のね、どうやって抜け出すかっていう、その、感じですけども。よし、ここまで来た。ここの一番濃いところはこれだから、もうちょっとダウン、トールダウン。このハッチングの幅で、濃さ決めてください。で、これで外側に、影できてきて、もうちょっとさらに薄い影がこう、外側にあります。で、照明の当たり方二つとかあるので、こっからさらに、こういう感じで、
ちょっとうるさくなるような気もするんだけど、でもこういう楽しいんですよ。こういうふうに変えていくっていうのが。で、こっからまた途中になっていたウイスキーの影を、ちょっと通り過ぎちゃったな、車。車通り過ぎたな。でもなんか、ね。想像で描いていく部分。街中ですからね、こう。街中ですから。これなんか、ポールが立って、街中、縁石がある。ここはもう想像で描いていきます。あ、こういう建物がある。今日ちょっと違うでしょ？今日ちょっと面白い。ね、ストーリーがあって。で、こういうところにね、センターラインが、センターラインを描いていくと。ね。トリスの街を走ってるんだぜ。オイラはトリスの街を走ってんだぜ。そうなってくるとですよ。ここに窓とかつけたくなりませんか？こう、なんか。今日想像域。想像域。小屋根。小屋根をつけて、ここに窓。窓に見えねえか、これ。小屋根にしたからいけないんだよ。これなんだろうって後で。わからんじゃん、これ。まあでも、これに窓つけてみるかな。なんか、こう、明かりでね、明るい感じの書き方もいいよね、ライト。窓が光ってる。これ一つの街になってて、そうするとですね、これにこう、わーっとこう、木があるぞ。ね、影はこう、木の影がこう出てくるんです。それで、ちょっと、本当はもうちょっと省略して、シレット的に書きたかったんですけど、うん、なるようになっちゃったな。ね。もう一本くらい書くか。木を。これ普段からね、街の中の木とかいろいろ観察してると、頭の中にこう、草です、これ。浮かんでくるようになるんですよ。そうすると、こう、背中にバッグを持った人がこう歩いてると。ね。帽子かぶらすかな？倒れそう、この人。大丈夫？影こう。面白くなったでしょ、こうやって。うん。こういう感じでやっていくと、スマホ鳴るね。かすれちゃってる。どうですか今日のこれ。スバルってこう書くのかな。スバルでトミが、うん。トリス、うん、こんな感じでどうですか今日。久しぶりのこの感じ、久しぶりのお絵描きね。完成です。なんかあの料理に人いるよね。完成ですじゃないんだけど、できました。こうさりげにさ、車が走ってるっていう。そうするとだよ、ドライバーが必要になってきます。ここにドライバーの影、そして風切りのこういう風にね、動きをつけていく。どうでしょう。いいね。ということで完成でございます。ありがとうございました。ということでまたお会いいたしましょう。ではねー。